エルンスト・テールマン島は、キューバのカソネス湾にある長さ1 5トル幅5 0 0ルの島である。その名前は、ドイツの共産主義政治家、活動家のエルンスト・テールマンにちなむ。島は、非常に発達したサンゴ礁である。高度な生物多様性があり、黒サンゴや様々な干渉魚種を含むいくつかの絶滅危惧種の住処となっている。広い鉄数の海岸があり、 フエダイの稚魚の生育に適している。他に、キューバイワイグアナや野鳥が生息している。島は、無人で、時々観光客が訪れる程度である。1972年6月19日、ベルリン共同声明に、調印の後、フィデル・カストロがエイリッヒ・ホーネッカーに対して、キューバの地図を指差している。地図には、エルンスト・テールマン島と名付けられた島と、 ドイツ民主共和国海岸と名付けられた海岸が示されている。1972年までこの島はブラン・コデルスル島と呼ばれていた。1972年6月にフィデル・カストロがドイツ民主共和国のエーリッヒ・ホーネッカーを公式訪問した際、カストロはこの島をエルンスト・テールマン島に改称した。エルンスト・テールマンはドイツの共産主義政治家。 活動家で、バイマル共和成果における、ドイツ共産党の指導者であった。ナチス政権の誕生直後に逮捕され、裁判をしないまま11年間独房で拘留された、後に、ブルヘンバルト強制収容所で、アドルフ・ヒトラーの命令により射殺された。1972年6月20日付の、ノイエス・ドイチュラントの記事によれば、キューバの指導者は、島をエルンスト・テールマン島に、 その島の海岸の一つをドイツ民主共和国海岸されたとき、どちらのドイツもこの島を領有していなかった。しかしながら、アメリカ合衆国内にあるミクロネーションであるモロッシア共和国は、この島がキューバから東ドイツに譲渡され、西ドイツには編入されていないことから、東ドイツの主権は同等に残存しているとして、東ドイツと引き続き戦争状態にあると主張している。 ありがとうございます。